第3回緊急事態宣言がスタートするようです。名古屋では今回の該当はしないんですけども、街は影響を受けて静かに動いているようです。第3回緊急事態宣言についての問題点を、問題点の第1はですね、菅総理がバイデンさんに会うためにアメリカに行ったことが大きな問題です。これバイデンさんに会うためにはワクチンを菅さんは打ちましたね。これルールでは医師が打ってから高齢者ということなんで、これ順番逆ですね。総理は特別ですか？確かに特別には違いないですが、それがバイデンさんに会うために行くために菅さんはマスコミ、いわゆる番記者、取り巻き記者を連れて行ったわけです。で、取り巻き付き者はワクチンを打ったわけですね。これって利益に良くしている取り巻き記者は正確な報道できるのでしょうかね。また国境なき記者団の報道の自由度が発表されまして、日本は昨年の66位から67位に下がりました。これは今のマスコミが政府におもんばかってはっきり国民に知らせてないということなんですね。国のコロナ対応には非常に問題があります。まず西村さんというのが担当大臣ということになっているんですけども、西村さんは先の西日本豪雨の時、地元の明石が大雨の時、赤坂で酒を飲んでた人なんですよ。それをね、自慢げに自分で SNS で安倍さんと一緒のところを写真に撮って流しました。目立てばいいという人なんです。そんな人がね、緊急事態だから国民は自重しろって言ったって無理なんですよ。そもそもこの人選が間違いでした。でも最大の問題点は、当時は安倍首相だったんですけども、安倍首相は一応病気ということになってるんですけども、まあ病気であったとしてもですね、憲法53条に基づいて臨時国会を開くように盛りかけ桜が面倒だということで無視しました。ファクター X ということでそんな重くないと思ってたんですけども、後になって国会で議論慌ててするよりは良かったと思います。国会は法律を作るところです。そして今野党が反対するからできなかったなんて言ってますけども、とんでもない話です。議論はしましょう。暗い色が表現の自由の低い暗い国です。日本は暗い。